本日はアジア最大級の望遠鏡、生命望遠鏡が、できたということなので、これをご紹介します。全体こんな形ですね。骨組みだけでできているようなやつで、普通の望遠鏡ってこういうような形してますよね。で、ここを支えてて、ここに軸があって、これがこう動くわけですね。で、あとは回転は一緒ですけどね。これも回転で、だからものすごい骨組みだけになってて、軽い構造になってます。2018年の8月の17日、京都大学大学院の理学研究科宇宙物理学教室の附属天文台と、長い、天文台ですね、名前の。が、国立天文台岡山天体物理観測所の敷地の一部を京都大学に移してところに、京大岡山天文台内に口径3.8メートルの分割望遠鏡、生命望遠鏡を完成させたと発表しました。この生命望遠鏡は陰陽師のね、安倍の生命および宇宙における生命ね、これにちなんで命名されたとのことです。で、生命望遠鏡には3つの特徴があります。1つ目は分割鏡ですね。天体の光を集める反射望遠鏡ね、試鏡に日本初となる分割鏡を採用しました。分割鏡は小さな鏡を何枚も組み合わせて1枚の大きな鏡として機能させる技術で、一般的には六角形の鏡を使いますが、生命望遠鏡では光学性能が高い扇形の分割鏡を世界で初めて採用しましたね。で、真ん中に基準リングがあって、それプラス18枚ですね。で、内側に6枚、外側に12枚ですね。で、18枚の鏡を50ナノメートルね、ナノっていうのは10億分の1ですね。これの精度で制御します。で、3プラス3かける18、で、57のアクチュエーター、それから72のエッジセンサーがついてます。2つ目は超高精度検索加工ね。大型望遠鏡の試鏡の製作はこれまで長い時間をかけてガラス材を研磨していましたね。スバル望遠鏡についている8.2メートルの試鏡は製作に7年もかかってます。で、うち研磨に4年もかけてます。全体で22.8トンもあります。で、生命望遠鏡の分割鏡では高精度な切削加工を取り入れるということで、これはこの加工する機械も開発しちゃったわけですね。で、こういうことで研磨に必要な時間を大幅に短縮することに成功しましたってね。研磨はね、2週間、1枚2週間で18枚ということで、9ヶ月で研磨できちゃったということね。で、3つ目は軽量化ですね。素早く目標天体に向けるために、もう軽くて丈夫な構造を使ったっていうね。で、鏡を真下から支える円弧状のレールの採用ですね。ここに円弧状のレールがありますね。これや空間建築に使われるトラス構造ね、これですね。こういうトラス構造、この骨組みみたいですね。これを取り入れて遺伝的アルゴリズムを用いて設計を最適化することで大幅な軽量化を実現しました。この望遠鏡は重いセンターピースをなくして軽量化を図りました。センターピース、これですね。普通の望遠鏡はこんな風になってて、ここに重たいセンターピースがくっついてるからね。これをなくしました。それで、これは高さ8メートル、幅が8メートルね、20トンですね。スバル望遠鏡っていうのは高さ22メートル、幅27メートル、555トンもありますね。で、岡山天文台の188センチの望遠鏡ですね。これがそうなんですけどね。これは京都鏡の筒が9メートルで、重さが50トンありますね。このため、ガンマ線バーストのような突発的な天文現象が起きた場合でも、約1分間で焦点を合わせる機能を持ってます。で、主な観測対象はガンマ線バーストとかね、超新星ができたんですけど、激変星、X 線新星と突発天体現象の観測ですね。それから系外惑星円盤の直接撮像観測、それから太陽型恒星のスーパーフレア現象の解明、その他っていうかですね。
で、大体こんなような感じですね。望遠鏡の概要として 3.8 メートル、ね、分割鏡ですね。あのここのね、鏡の直径が 3.8 メートルということですね、はい。で、ナスミス焦点ってね、あのこの両脇にあの重たいね、あの、まあ、あの機器を備え付けるときにはあの非常に便利なやつでね、ここで焦点ね、取るんね。それから、まあ、こんな感じですね、はい。最高速度ね、毎秒3度多い、ね、高度が2度と、素早い、ね、速さ。で、望遠鏡の構成としては、ね、こんな感じになってますね。はい、で、ここにある鏡なんですよね、分割鏡はこんな感じですね。はい、これは1枚がこんな感じに、ね、なってますね。で、こういう形に並んでますね。あの真ん中にセンターピースがあって、その周りにね、あの6枚あって、ね、あのその外側にこう12枚あって、ね、こう18枚あるという、ね。で、一つが1メートルサイズのね、あのものですね。はい、で、あのこれはあの材料、材質は、ね、あの極低熱膨張ガラスセラミックスということね。これあの作ってるとこはね、あの相模原のね、あの小原あの製作所のやつでね、あの30メートル望遠鏡と同じとこですね、はい。で、これがあの新しく作ったね、これがあの超精密型切削加工装置というね、こんなもんこういうやつですね、はい。で、あ、大丈夫ですか、はい。それであの画台の特徴はセンターピースがないというね、はい、あのここがセンターこのここに頑丈なセンターピースがついてて、ここもあるって先ほどありましたけどね、はい、これがセンターピースがこうくっついてるよね、はい。で、これがないんですね。で、非常に軽くしてるって、はい。それとあと1枚ずつのね、あの鏡のこのね、あの位相を合わせるっていうか段差をなくすためにね、こうアクチュエーターがこうついててですね、これであの段差をなくしてます、はい。あの